はい、どうも、レックスです。レクラジの第2回やっていければと思います。先日のね、第1回、意外とたくさんの方に見ていただけて、ありがたかったですね。割とこう、皆さん気になってた感じでしょうか。笛何本全部で持ってんのかとか、プロなのかとかね、その辺の、はい、ことが聞きたかったのかなっていう感じです。今日もね、今回も、他のいただいた質問の中から、ピックアップしていくつか答えていければと思います。もしよかったら、コメント欄にね、コメントを書き込んでいただけたらと思います。さあ、そしたら早速ですけど、一つ目の質問いこうと思います。こちら。一つの動画を完成させるのにどれくらいかかっていますか？という質問ですね。ですね、これはですね、まあ、一回、ツイッターでちょっとまあ、話題になったことがあって、お話ししたのを見たことがある方はいるかもしれないですけど、ざっくりですよ。本当にざっくりなんですけど、動画の再生時間あるじゃないですか。あれの、ざっくり100倍っていう感じです。いや、まあちょっと言い過ぎかなとも思うんですけど、いや、でもなんだかんだ考えるとやっぱ100倍ぐらいかかってるような気がするんですよね。はい。で、まあなんで100倍かっていう話というか、まあどういう、工程で動画を作っていくのかっていう話をまあちょっとすると、例えば最近、あげたスーパーマリオメドレーありますけど、あれ確か3分弱とか、2分半ぐらいかな。まあ、分かりやすくするために3分だとすると、100倍なんで、ね、300分ですよね。つまり5時間。あ、でも5時間でできちゃったのかな、あれ。まあでもそんぐらいか。うん。で、まあどういう工程かというと、まずどういう、曲を選ぶか。選曲ですよね。選曲の段階でやっぱりこうどういう曲が、そのリコーダーでやったときに、まあ、原曲の良さとリコーダーの良さが両方ちゃんと出るかっていうのを考えて選ぶんですけど、まあ、だからマリオのメドレーやろうと思ったときに、まあ、おなじみの地上のテラッテテラッテっていうのと、から始まって、まあ、と調整、キーですよね。何調につながっていくのかとかも、まあいろいろ考えながら、曲を選んで、まあじゃあ、スーパーマリオブラザーズ3のアスレチックにしようとか、まあ締めにスーパーマリオワールドの地上にしようとか、まあそういうのいろいろ考えるんですけど、そう。で、結局、その、選曲しただけだと、やっぱり、しただけっていうか、売ってないじゃないですか、楽譜が。いや、売ってるんですけど、ピアノ用だったりとか、他のね、楽器用だったりとか、だったりもするので、まあ、ピアノが一番多いのかな。なんだけど、ピアノの楽譜買ってきたところで、まあ、やっぱりね、全然、そのまんま、まあ、パートに分かれてるわけでもないですし、リコーダーで吹くために、やっぱり編曲をね、アレンジをしないといけないので、まあ、選曲の後は編曲ですよね。アレンジ、楽譜、まあ自分の場合は楽譜を作るんですけど、楽譜を作ります。で、まあ原曲があって、それをじゃあ何重奏にしようかっていうのを、原曲の良さを、まあきちんと出すために、リコーダー何パートでやる方がいいのかっていうのをまあ考えて、じゃあ何重奏にしようとかを考えて、割り振り。あと、まあ、まあ、マリオはそうでもなかったですけど、こう技巧的にいけるのかみたいなところも考えて編曲をしますよね。で、まあ、そういう編曲をしていって、まあ、つなぎとかも考えたりして、で、楽譜ができましたと。で、楽譜できましたってなったら、まあ、録音をするわけなんですけど、録音がまたですね、まあ、例えば6パート。6パートあるとしたら、5か、この間は。5パートだとしたら、
3分の動画だとしたら、ぶっ通しで一発テイクで撮ったとしても15分かかるわけですよ。うん。で、まあもちろん、長くてか、テイク長くすごいスムーズに撮れることもあれば、まあ細切れって言ってもあれですけど、まあワンフレーズというか、1ブロックというか、なんていうんですかね。まあ、A メロ、B メロ、サビみたいな感じで言うと、A メロを取って、次 B メロを取ってっていう風に、その、メロごとで切ったりするわけなんですけど、まあ、そういう風に、取ったり、まあ、いろいろなんだかんだしてると、やっぱり当然ね、3分の曲でも、1パート3分で取り終えるわけではないので、うん、まあ、結構時間かかりますよね。うん、つって、まあ、OK なテイクを、まあ、それぞれのパートで繋げて いくんですね。で、それぞれのパートが取り終わったら、まあ、今度ミックスって言って、その音量のバランスだとか、まあ、あとそのタイミング、縦の音が揃ってないとか、ずれちゃったりとかね、っていうのも、まあ、もちろん多少あるので、その辺を、なるべく編集で、まあ、直したりすることも多々ありますし、うん、で、まあ、そういうふうに、こう、まあ、編集っていうか音源の編集、あとその音の出る場所、パン振りって言うんですけど、パンニング、このパートは右から出して、このパートは左から出してとかっていうのを考えたり、あとそれでこう音割れしないように、まあどういう風に配置したら一番心地よく聞けるかなっていうのを、まあ、ミックスでやるんですけど、うん、まあ、あと音量のバランスとか、ここは旋律だから少し大きめにするけど、こっちは裏方だから少し小さめにするとか、うん、っていうのをまあ各パートそれぞれの曲の部分ごとにやっていったりします。で、まあ、それがミキシングで、で、マスタリングっていうのは、まあ、自分の場合はこう、そうですね、まあ、割と同時並行でやったりもするんですけど、ミックスと。全体通して聞いたときに、どんな感じで聞こえるのかっていうのを、こう、イコライザーとかをかませて、いるのを、そのパラメータをいじったりして、まあ、一番美味しいように聞こえる感じで、曲に合ったような感じで、まあ、こう、多少ね、いじったり。あんまりこう、極端にはいじってないですよ。もちろん。リコーダー、あそこは、というかこう、アコースティックの楽器の、アンサンブルで録音で、そんなにこうがっつりイコライジングしちゃうと、なんかちょっと変な感じ、不自然な感じになっちゃうので、あんまりそういうことは極端にはうっすらぐらいですね、かけるとしても、うん、まあでもそのうっすらでも結構印象変わってくるので、まあその辺結構気にしながら音源の編集をして、でここまででやっとじゃあ音源ができましたってなったら、まあ、結構一段落はするんですよ。まあ、なんですけど、動画を作んないといけないっていうのがまた結構大仕事で。で、まあ、最近だと、動画に関しては、全部ね、通しで撮ってるのを、つなぐとか、一画面にまとめるっていう形のやつを、まあ、メドレーでもやってますね、はい。まあ、この間の、というか、まあ、3分とかの、短いね、動画だと、別に一発撮りもそんなに苦ではないんですけど、結構めんどくさかったのが、去年のジブリメドレーですね。あれは、まあまあ、長いくせに、一発撮りの動画を、それぞれのパートで撮ったので、結構大変でしたね、あれは。うん。はい。っていう感じで動画を撮って、で、まあ、タイミングを、すべての動画を同期させるのをやって、で、まあ、テロップをつけて、で、レンダリング、まあ、エンコードですよね。うん、書き出しをして、で、やっと、動画が完成しますよ、という感じ。まあまあ、結構、ちょっとこの、動画をどうやって作るのかっていう
話だけでなんかもう10分近く喋り倒してるんですけど、まあこれぐらいのことをやってるわけなんです。なのでまあ賞味、まあ要するになんですかね、選曲、選曲、編曲、アレンジね、アレンジ、録音、音源編集、動画制作っていう感じですね。はい。これやってる、これをもう、まあ、全部のね、動画でやってるので、まあ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 、なかなか大変な作業だなっていう感じですね。まあ、これやってると100倍ぐらいはかかっちゃう。かかっちゃいますね、自分の場合は。まあ、もうちょっと効率的にできるのかもしんないですけど、割とこういう感じです。はい。で、じゃあまあ次の質問またじゃあ行くんですけど、こちら。はい。一つ一つ耳コピで楽譜を作ってるんですか?という質問です。ですね、これはまあさっきの楽譜を作るっていう話のところでも、ところにつながる話なんですけど、そうですね、自分の場合は耳コピですね。はい。っていうのは、なんでかというと、さっき言った通り、楽譜、リコーダー用の楽譜っつって売ってないんですよね。やっぱり自分がやりたいと思った曲が。市販されてないので、自分で作るしかないみたいな感じですね。もちろんあればね、いいんですけど、ただ自分がやりたい曲が市販されてたとしても、こう、原曲からのアレンジであることにはやっぱ変わりないんですよね。で、そのアレンジが、こう、自分が思う、原曲の良さを残しつつ、リコーダーの良さも出せる、アレンジかと言われると、市販のやつがそうではなかったりも結構やっぱするんですよね。なので、やっぱり自分で作っちゃいますね。まあ、めんどくさいんですけど。で、自分で作る、時に一番やっぱり一番というかどうやって作るかっていうと耳コピーになりますね。原曲を聴いてまあ音を取っていく。で、音取りの順番、耳コピーってどういう風にしてやるんですかって、まあ、聞かれることもあるんで、まあ、一緒に答えちゃいますけど、一番まず最初にベースですね、低音を取って、自分の場合はその次にトップ、旋律を取ります。で、旋律を取った後に中を埋めていくんですけど、自分の場合は結構下から埋めていきますね。頭の中で、一番下の音と上の音を、はい、取りました。じゃあそっから先は、何ですか、なんていうんですかね、自分の頭の中で低音を、消すんじゃないんですけど、なるべく無視して、その次に一番低く聞こえる音を取っていくみたいな感じ。で、それの繰り返しをしていく感じですね。で、まあ、パートを取った後に、こう、音域っていうか、まあ、楽器ですよね。これはバスリコーダーがいいとか、テナーにしようとか、テナーとアルトどっちにしようかな。でも下の音が出てくるから、テナーかなみたいな。まあ、そんな風にして。楽譜を作っていきますね。はい。まあ、やっぱ耳コピーで楽譜作る、まあ、てか編曲をする方が一番自分的には納得がいくものができるので、はい。まあ、そんな感じでやってますね。はい。で、じゃあ次の質問いこうかなと思います。さあ、次はこちらです。はい。持っているゲーム本体。ハードですね。は何種類持ってますかっていう質問ですね。これはですね、まあ、実質稼働してるのは今スイッチと、任天堂スイッチと、PS4 ですね。はい。まあまあ、正直この2つがあればね、もう何でも、なんかまあ、なんていうんですか、やりたいタイトルはできちゃう感じ。ですよね。なので、まあ、ソフトによって使い分けたりしてます。スイッチと PS4 どっちも出てるやつもありますけど、そういう場合は、まあ、悩みますよね。
結構悩む。皆さんどうしてますかね。今一番自分が迷ってるのは聖剣伝説3のリメイク版をスイッチと PS4 どっちで買おうかっていうのを迷ってるんですけど、まあやっぱり手軽にできちゃう、外に行く時でもまあできちゃうのがやっぱスイッチはすごい強いというかね、ゲーム時間をより長く、時間を長くというか、まあ、機会をより多く取れるのはスイッチですよね、完全に。なんですけど、やっぱり PS4 の方が、まあ、やっぱり画質的なところは、いいような気はやっぱするので、でもやっぱあと、作品によりますけど、例えばね、聖剣3のフルリメイクだったら、割とこう大画面でやりたいなっていうゲームだったりするので、そういう場合は、まあそうね、PS4 なのかな。今自分の中では PS4 が一番強いというか、聖剣伝説3のリメイク版に関しては PS4 で買おうかなって考えてますね。ただ、出先で気軽にできるのもいいよな、っていう思いが微妙にまだ残ってます。まあでも多分 PS4 かな。はい。という感じ。で、あと、ゲームハード、まあ、実は1個まだあるんですけど、それも稼働してなくて、Wii U が、お眠りされています。ちょっともう、だいぶもう、全然やってないですね。スイッチが出てからは、やっぱり触らなくなっちゃいましたね。まあ、Wii U ね、ちょっと、ややかわいそうな子みたいなところが、まあ、あるハードで、自分はね、Wii U は、あれですね、ドラクエ10の、まあ、ほぼそのためだけに買って、で、おわゼノブレイドクロスが出るっつって、ゼノブレイドクロスか、買って、で、以上みたいな感じ。で、スイッチが出ます。スイッチでドラクエ10ができます。ああ、じゃあもうスイッチでいいです。つってもう、はい。そのまんまでしたね。かなり稼働率としては。まあもちろんね、ドラクエ10やってたので、Wii U で。だからまあそういう、使ってはいたんですけど、あんまりたくさんタイトル、あんまりっていうか全然つかなかったな。はい。まあそんな感じですね。ゲームのハード。はい、ということで、なんか意外とあんまり数質問答えられなかったんですけど、すいません、いい時間になってきたので、まあこの辺で今回は終わりにしたいなと思いますが、いかがだったでしょうか。まあ楽しんでいただけたら、幸いです。もしよかったら、動画の高評価、それとチャンネル登録していただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。最後までお聞きくださりありがとうございました。バイバイ。